ご円み天皇は、日本の北朝第五代天皇、忌み名はいとぐちひ王安四年三月二十一日に、新王宣言を受け立大使され、わずか2日後に、ご公言天皇の上位を受けて即位。これには、ご公言天皇と須コ上皇の間に、皇太子王立の対立があり、ご公言が幕府の官僚である、細川頼幸の指示などを受け、 五皇軍天皇の御子の糸口人志新皇が即位した。常時7年に足利義満が将軍についたが、年若いために完了、細川頼之が貢献しており、応安7年までは五皇軍上皇による陰性が行われていた。平和元年には新五州岩下州となる直線和歌集を義満の失踪により加盟。南朝対策など政治は膠着状態であったが、 春日ガ神木の呪落など自社勢力による豪祖が、相次ぎ朝廷儀式は衰退するなど、深刻な状況であった。攻略元年うるう4月に、柴義行などの動きで、頼行が失脚すると吉光の政治手腕が発揮され、朝廷の再建に当たるとともに、徐々に朝廷の事務にも介入を始める。永徳二年四月十一日に、息子の後小松天皇に上位して、上皇として、 陰性を敷くが、吉光が陰別島となった上、朝廷の事務に積極的に介入したため実験はなかった。英徳3年の元旦、戦闘御将を訪問した足利吉光との面会を拒否した。以後、吉光は戦闘に散大せず他の苦行も遠慮したため、戦闘の機能が停止することになる。2月1日には、 出産を終えて宮中へ戻った日のいか後に対して、吉光との密通を疑って、これを大だ、母親の広橋中子の説得や吉光による意師の派遣も効果がなく、十一日には、愛称の安倍地局が吉光との密通を疑われて、出家させられた。困惑した吉光は二条吉本と協議して、十五日に、上皇の信頼が厚い裏、松助康、広橋中光を派遣して、 上皇の相談に当たらせようとしたが、これを聞いた上皇は吉光が自分を配慮しようとしていると思い込み、自物道にこもって切腹自殺を図るなどの騒動を起こしている。18日に吉光が院に出向いてなだめると、ようやく上皇の心理は和らいだものの、自転の君の権威は失墜して、再び蘇ることはなかった。一条京次ぐは、生雲の死獄と書き記している。 明徳3年うるう10月に義満の圧戦によって南朝との和平が成立して南北朝時代が終結したが明徳4年4月26日に放御、放散36、放御直前に落職して宝明を公上と称した近年の説として朝廷の再建をめぐる方針などで足利義満と御縁友天皇が対立した結果義満は ご円友天皇を退位させて、自転の権限を剥奪した上で、自らが新帝、後小松天皇の貢献になって、朝廷再建を進める路線に至ったとして、従来、足利義満の行為三脱計画の証拠とされてきた事項の多くは、足利義満とご円友天皇の対立という、個人的な対立を、幕府と朝廷の対立に拡大解釈したものに過ぎないとする説がある。 五光言天皇の第二王子。母は、左大臣、広橋兼綱の幼女、数軒門院、藤原中子。中子の姉の木良子を母としている、足利義光とは、重慶帝同士にあたり、また同い年である。深草北漁漁は、宮内庁により、京都府京都市伏見区深草坊を町にある、深草北漁に事情されている。宮内庁上の形式は、法慶堂。 深草北陵には、寿明院等歴代が葬られており、深草十二帝陵とも称される。皇御の翌日に、潜入寺において仮装し、その遺骨を納めた深草北家道が、原梁にあたる。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。